こんにちは。こんにちは。はい、本日のゲストは鹿児島県議の補欠選挙ですかね、はい、に出馬を表明されております岡木戸翔一さんです。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、岡木戸って珍しいですね。はい、6件しかないんです。お、日本全国で。はい、日本全国で6件ですか。そうなんです。もう岡木戸家で全部、それじゃなくて6人ではなくて6件ですか。そうですね、6件で、私のところともう1件は女の子しかおりませんので、はい、次世代は4件と。なるほど。今実際に岡木戸を名乗っているのが20名おります。おお、岡木戸を名乗っているのが6件20名ということですね。そうですね。ということは私ですね、連絡先が分からなくて、はい、というかまあ Facebook で連絡はしたんですが、はい、すぐは帰ってこなくて、すみません。いやいや、いいんですね、そういう意味じゃないです。ライフプラザパートナーズ、はい、合ってますか。はい、そうです。にお電話をして、でその時に何て読むのかなって電話する前に考えておけばよかったんですけど、はい、分からないで。そういうのって多くないですか。はい、最初は読みづらいっていうのはあるんですが、覚えていただいたら逆に印象に残るかなということでですね。なるほどですね、はい。読みにくい名前っていうのは、はい、選挙で不利なんですかね。いや、逆に私の認知度が少ないもんですからね、うん、もうちょっとこうたくさん外に出ようかなというところで、あえて今回はひらがなでですね、なるほど、おかきどっていう、それでも馴染みちょっとないかなと思うんですけれども。なるほどですね、はい、お名刺、ね、ちゃんと作られてるんですね。はい、岡木戸翔一さんということで、簡単に自己紹介いただけると幸いです。はい、私は1961年昭和36年6月28日です。生まれです。血液型は A です。体は O 型です。まあそれでですね、鹿児島市田上町で生まれまして、うん、ね、塗装幼稚園で田上小学校で入学はしたんですが、父親の関係で、途中から福平小学校に転校しました。で福平小学校から福平中学校、それから錦江湾高校の方に進みまして、錦江湾高校では7期生になります。うん、それから大学の方が福岡にあります九州産業大学の工学部の方に進みました。で大学で何を学んだかといいますと、まあ、やはり取り組みたいことの中にありますように、まあ、災害ですね、防災というところをすごく勉強してきました。そして最後の卒論はですね、全然これも畑違いなんですが、カーリット爆薬、うん、まあ、いわゆるロケット推進薬なんですけれども、まあ、それの基礎データを作る、そういった実験をしておりました。ですから当然それがよそに出たら大変なもんですから、卒研、普通は皆さん自分が研究したものを冊子でもらえるんですが、私どもはいただけないということで、悪用されないようにということでですね、卒研の証が全くないという状態です。まあ、それで私たちと同じ実験された先輩、配合間違ってですね、救急車で運ばれたということもありまして、まあ、朝から晩までちっちゃい、本当にちっちゃいミニ爆薬を作って、それを炉の中で爆破させて、で純爆度がどうなのか、それで、酸素が出たんですね。カーリット爆薬といいまして、普通だったら爆発させたら酸素がなくなって、まあ、いわば二次災害が起こってしまうんですが、うん、カーリット爆薬は爆発させることによって酸素が出ますので、うん、ですから炭鉱で使う分にはすごくいい素材なのかなと思われます。でその頃考えたのが、やはりエネルギーっていうのがあってですね、エネルギーはやっぱり将来必要だろうなと思って、まあ、酸素の出る爆薬だったら環境にもいいんじゃないかなというのを考えましたが、純爆度強すぎれば例えば車のエンジンとかエンジンが持つのかなとか、うん、まあ、そういったところでですね、いろいろ考えたこともありました。はい、それから大学卒業の時にですね、まあ、化学系でしたから、ゼリア新薬工業というところの製薬会社に勤めました。で当初長崎に担当予定だったんですけれども、
鹿児島っていうところが土地柄ですね、なかなかよその人間を受け入れないっていう、まあ、土地柄でもありまして、初めてのケースですが出身地鹿児島に担当させようということに急遽決まりまして、鹿児島を担当させていただきました。まあ、それで実際にやっぱり鹿児島の人間かということで先生方の、まあ、受けも良くてですね、で、まあ日本で一番ビリの営業所だったんですけれども、当然ベースが低いわけですから3年連続日本一ということで、3人体制から4人体制、5人体制という形でですね、実績を伸ばしていきまして、まあ、やってたんですが、まあ、製薬会社ご存知の方はそうかもしれませんけれども、まだバブルの頃でしたので、飲み食い接待当たり前の時代でしたね。まあ、それで天文館がお友達で、まあ、体を壊しまして、まあ、それで辞めました。で7年半ゼリア新薬工業に、まあ、所属しまして、まあ、それから、まあ、ふとした出会いで保険の業界に飛び込みました。大東京火災という当時ありました会社ですが、そこで研修生として5年間勤めまして、そして個人事業という形で、ほか機動保険コンサルタントという形で事業を開きました。まあ、それからいろんな出会いがあった中で、損害保険だけでなく生命保険もこれからはやっていかないといけないなということで取り入れ、そしてまた時代の流れで、まあ、大人数による多くの商品を扱う会社が必要ということでですね、たまたま自分が持っていた有限会社を用いて保険会社、有限会社の保険会社を作りました。でそこは16名ぐらいスタッフおりましたけれども、どうしてもやっぱり方針が違うもんですから、今現在勤めておりますライフプラザパートナーズ、そちらがおそらく日本で一番大きな代理店ではないかなと思います。営業マンがだいたい1500名弱ぐらいおりまして、50社取り扱っておる大きな代理店ですね。そこで、まあ、一方的にお客様に寄り込むんではなくて、お客様も選べるっていうところではですね、すごく支持されているという、まあ、そのような仕事をしておりました。なるほど。なんか研究者から保険の営業マンになられたっていう、はい、まあ、かなりざっくりすると、はい、そのカーリット爆薬はい、っていうのから、そもそも新薬会社に営業、はい、就職されて、はい、でビリの営業所をそこまでしたと、はい、こういうのはもうその就職の時点で研究とか、はい、そういう開発、新薬開発じゃなくて営業として入社された感じですか？はい、そうです。はい、全く、まあ、本当に恥ずかしい話ですが、自分ではゼリア新薬名前も知らなかったです、うん、で友達が受けたいっていうことで、俺も就職活動やったことないしどんな雰囲気なのかなっていうところで、うん、じゃあ一緒に行ってみようと言ったら、だいたい160名ぐらいおりました。うーん、まあ、その中から2人選ばれたんですけれども、本当に皆さんすっごい旧大の方とかいらしてすごい質問してました。でも私も何か質問せんといかんなと思った時に、壁にですね、カレンダーが貼ってありまして、そこに HP で CL って書いて、そこに数字が書いてあったんです。これ何の数字かなって、 HP って水素とリンでしょって、 CL これあれ塩素でしょって思って、何かなと思って、すいません これ何ですかって言った。知らない 新しい元素記号ですか。まあ、そっからですね目についたのか、はい、まあ、単純な質問だった、恥ずかしい質問ですね今となってはですね、まあ、それでインパクトあっての就職、もう当然通るとも思ってないし、自宅に帰った時に就職課の先生が走ってきて、何事かなと思ったら、採用だから明日東京に行ってくれっていうことで、まあ、それからタンタンタンと決まったような形になりましたね。なるほどですね、はい、で、東京で、個人事業をその後保険業を始めたと、はい、保険業は鹿児島で、鹿児島で始められた、鹿児島担当でしたので、うん、はい、鹿児島担当なのは、ゼリア新薬ですよね。そうです、はい、で
保険会社に体調崩して、はい、で東京行ったのはどこでしたっけ？保険業界に入ったのは 大東京火災という、うん、まあ、会社があったんですが、まあ、そこの研修制度というのがありまして、まあ、将来 その代理店を養成するっていうコースがありまして、うんうん、まあ、3年コース5年コース、じゃあ自分はいくら稼ぎたいかっていうところで、それに応じたそのノルマじゃないですけれども、うん、バーがありまして、それを3ヶ月ごとにクリアできなければさようならっていう、うん、そういった世界ですね。なるほど。というと、まあ、保険業界ではよくあるんですか？それも個人事業として、はい、独立すると、はい、こういう前提で就職すると、はい、で、そうです。で他企業保険コンサルを作られたと、はい、でそことしては、まあ、ちょっとうまくいかなくてというわけじゃなくて、時代の流れがですね、うん、もう個人でやる限界というのと、あと損害保険だけじゃなくて、やっぱり需要は今、うん、生命保険だということでですね、ですからいろんなものを扱える代理店でなければいけないという、うん、まあ、お客様のニーズに合わせた世の中の流れですね、うん、まあ、そこでそういった会社を作ってみたりとか、うん、始めてみました。始めて、はい、そこから今、うん、ライフプラザパートナーズっていうのはすごい大企業なんですが、はいはい、辞められてそこに就職された。まあ、就職というか、まあ、そこに移籍したような形ですね。移籍した、はい、社長というわけじゃなくて、一社員、一社員として、はい、うん、なるほど、まあ、一社員なんですが、まあ、本当面白い、なんて言いますか、仕組みでありまして、うん、自分がやっぱり売った分のコミッションという形になりますので、まあ、外交員報酬という形ですね。ですから毎年確定申告をやっております、うん、そういうシステムになってるんですね。そうです、はい、先ほどお名刺交換させていただいて、当然ね、今日初めましてだったわけですけど、はい、なんか党員証でしたっけ、はい、そこに、はい、自民党員だとこう党員証っていうのがあるんですね、はい、で自民党になられたのはどの辺ですか、今の経歴でいうと。もうここ数ヶ月です。あ、じゃあ出馬するって決めて、はい、から党員になって自民党で公認をいただく、公認をいただけないかと、はい、こういう感じで入党されたと。はい、そうです。なるほど。え、私を公認してください、県議選挙に出たいですって言って、はい、こう出れるものなんですか？いや、そこがですね、私も本当ありがたい、いろんな出会いがありまして、うん、まあ、それでトントン拍子で行った感じなんですが、今空いてる2議席というのが、無所属と、あと、まあ、立憲民主党というところでですね、うん、自民党としてもやはり議席必要だということで、まあ、いろんな先生方との付き合いの中でですね、じゃあ自民党で2議席行こうということで、まあ、岩重彩さんと2人ですね、公認得まして、まあ、昨日党の、定例会と、あと参議院議員の決起大会がありまして、まあ、その場で私たちも挨拶をさせていただいたっていう、うん、まあ、そういった次第です。なるほどですね、はい、それこそ30分前、はい、本当に入れ替わりのようにして、はい、岩重彩さんがここに座られてお話を伺ったところだったんです、はい、で岩重さんも綺麗な青で黄色と、はい、なんか信号機でやろうっていう話があるんですか？いや、そういうわけじゃなくて、じゃなくてやっぱり自分のカラーというものをですね、写真撮った時にあなたはやっぱり黄色だよということで、もう黄色ベースでいこうということで、まあ、いつも辻田氏とかそういったのもですね、黄色のこの戦闘服を着てやっております。もともと黄色が好きだったとか、まあ、やっぱり選ぶとしたら黄色を選んでますよね。へー、はい、なんか元気が出るカラーだとか、はい、まあ、やっぱりそこですね。あと私の場合はあとネイビーブルーですね、うん、ですからもう本当彩さんと同じような形、色はそうなってますね、うん、はい、なるほど。先ほどマニフェストにもというか、なんか取り組みたい4つのことにも書いてありますという話でしたけど、はい、ちょっとご紹介をしてもいいですか？はい、はい、ね、こうやってマニフェストっていうのを準備をされたばっかりですか、それとももう前々からこうしたためてた？いやいや、もう本当に急遽でしたから、うん、本当に手作りです。これ手作りで業者にお願いすることなくですね、うん、ありがとうございます、
はい、なるほどですね。で、先ほどたまたまお客さんで来てた方が、はい、英語講師のお客さんがいて、はい、お話をする上で、はい、私の一丁目一番地は教育だからと、はい、こういうようなお話でしたね、はい、教育が一番上にあって次世代を担う人材の育成、はい、人材の財は材料の財ではなくて、財産の財と、はいはい、これは何か思い入れがあるんですか、教育を、はい、今の経歴の中から言うと教育学部だったとかそんなのはなかったとは思うんですけど、はい、ないですね、うん、あのボランティアで子ども会育成会愛護会というのが鹿児島市あるんですが、うん、もう今20年近くやっております。それと、小学校7年中学校3年で公立高校2年と私立高校2年あの単位 PTA の会長をさせていただいて、まあ、子どもと接する機会というのが多かったですね、うん、まあ、その中でやっぱりこの戦争にしてもそう、最近思うのが、これ本当に日本で起こった事件事故なのというような、本当に昔じゃ考えられないことが多すぎますよね。やっぱりこれも教育がなされてないのが原因なのかなって自分では考えております。ですから勉強さえしてこんなことやっちゃダメだよとか、そんなのがもうおのずと分かる、でそれ外れたらこらっていうコラおじさんコラおばさん、こういったものがやっぱり地域の教育っていうのが大事かなと考えております。なるほどですね、はい、で体験活動を通じて心豊かでたくましい青少年の育成と、はいはい、で教職員の働き方改善っていうのが書いてあるんですけど、はい、教職員の働き方改革と、はい、改善ですね、はい、で小学校教科別担当の全校配置、はい、中学校部活動の外部コーチの活用と、はい、こういうふうに書いてあります。まあ一言で言うと先生たちの待遇を改善することがその教育について具体的な改革としては大事だと、はい、こういうことですかね。そうですね、やっぱり先生方の様子を見ますと一生懸命なんです、うん、で朝早くから夜遅くまでですね、子どもたちにどう教えようかということで、うん、自分の時間を潰してまでも、うん、一生懸命されている先生方っていうのをよく見ております、まあ、実際に今学校評議員という形で学校の中身もよく見ておりますけれども、まあ心に先生方も心にゆとりがないといい教育できないんじゃないかなというところでですね、まあ、このような形をお勧めしたいなと思います、まあ、実はこの10年で学校の様子も教科の様子も変わってきております。まずは道徳、これが入ってきました。これは昔は家庭地域で教えるのが道徳だったんですけれども、まあ、それを教科として教えないといけないというのも、まあ、残念な話ではありますけど、道徳でありプログラミング、そして今英語ですねが増えております。ですから以前は一人で一つのクラスを担当した先生からすればすごい量のですねものを覚え、そして伝えるっていうのが今の学校の先生じゃないかなと思います。そんなところに伝えるために一生懸命されている姿っていうのは本当に頭の下がる思いなんですが、やはりそこに先生方にもゆとりを持ってほしいなというところで、今試験的にですね教科別担当の先生というのを配置している学校があります。それが全校配置されればですね、教職員の負担というのも減るし、そしてまたそうすることによってゆとりを持って子どもたちに教えられるんじゃないかなというふうに考えました。また中学校においてはですね、自分がやったことがない部活の顧問ですね、うん、をするんですが、まあ、ただでさえストレスになっているんじゃないかなと思う中ですね、ここをですね外部コーチをもっと活用したらいいんじゃないかなと考えております。実際に今外部コーチの制度というのはあるんですが、まあ、それも2年間とかいう形で何校という形で限られたところしかなかったんじゃないかなと思いますけれども、将来やっぱり先生になりたいとかそういった目標にしている教育学部とかそういったところの部活の生徒学生そういった方にですね、子どもと接する、まあ、いわば教義を持って教えるっていうそういった時間を持つことによって中学校の先生も負担が減るんじゃないかなと考えております。で私自身実は中学校
そして高校でですね、弓道の外部コーチとして、はい、まあ、教えてるというかですね、福平中ですか、福平中と今は鹿児島情報高校の弓道部を、はい、見せていただいておりますけれども、まあ、どちらかといったら高校の場合は技術的なもんというよりも近い将来のその将来的な夢の実現、社会ってこういうもんだよとか、こういった方向に進む道もあるよとか、まあ、そういったアドバイスをしてですね、弓道よりもそっちの方の時間が長いかなと感じております。なるほどですね、はい、まあ、外部コーチっていうのは保護者だったりとか、はい、そういったのは私の学生時代もいたことはいたんですけど、あんまりこう報酬としてはもらえない、少しはもらえる、はい、もうほとんどボランティアなんですが、うん、まあ、そこをですね、予算化することによって多少なりとも一生懸命教えていただいた方にもそれなりの報酬というのがあったらいいんじゃないかなって考えております、うん、なるほど。ということは、まあ、こう外部コーチを活用してくださいと、で小学校教諭も教科ごとに分けましょうと、はいはい、1人で英語からプログラミングから何から教えるなんて無理だよと、はい、まあ、その通りだと思うんですね、はい、でまあ県議になられて、まあ、それを制度に落とし込むっていうところでいうと、そういう外部コーチをしっかりとこうボランティアじゃなくてある程度こう優勝で入ってもらえるような形にこう持っていきたいとか、はい、っていうことですかね。そうですね、うん、なるほど。で次が環境、さっきもちょっと爆弾を作ってたっていう話で、はい、災害の話もちょっと出ましたよね、はい、災害に強い安心安全な鹿児島と、はい、いうことですね。南海トラフ地震っていうのは最近結構言われますよね。4年以内に 90% 起こるんだと、はい、まあ、ここら辺で鹿児島ってなんか災害とか強そうなイメージではあるんですけど、はい、どうなるんですかね。鹿児島で南海トラフが起こったら、はい、桜島が大噴火してとかそういうことですか、津波が来てとか、まあ、いろんなことが想定されると思うんですけれども、うん、まあ、実際に昨年津波警報が出た時に、うん、奄美大島だったと思いますけれども、みんなが高台に車で逃げるもんですから大渋滞してしまったとかですね、うん、まあ、そういったことがもう実際に起こってますし、ですから今までの先輩方はもうずっとされてきたとは思うんですけれども、どこに避難路があるよ、どうやって逃げるんだよっていうのをですね、改めて確認すべきではないかなって私は思っております。ですからそこの確認ですね、そういったのをやっていきたいなと考えております。年に1回こう桜島防災訓練っていうのは大々的にこうされてますけど、はい、してますけど、まだ足りないと。で、はい、それよりもまあそういう南海トラフに対してのものがないから、はい、そういったものも、はい、二重三重にやっていくべきだと。はい、ですから、まあ、離島を含めですね、海岸線の広い鹿児島ですので、やはり本当にじゃあできてるのかなということをちょっと確認したいなと思います、うん、なるほどですね、はい、で第3番目が生活、はい、で知事が提唱する稼ぐ力の向上、はい、この稼ぐ力、塩田知事がそんなに力入れてこう言ってるんですか、はい、結構ですね、塩田知事が稼ぐ力をマニフェスト内に入れてますっていうのを、はい、まあ、いろんなところから聞くんです、はい、でもよくよく考えたら入れなかった知事ってなかったんじゃないかなっていうぐらい、うん、多分三田園さんもその前の伊藤さんも言ってたような気がするんですけど、はい、まあ、具体的なっていうところをですね、言われてるんじゃないかなって、まだまだよく発揮できてない部分っていうのも実際あるかなと思いつつもですね、まあ、こんだけこのコロナでありこのウクライナ戦争でありですね、うん、疲弊しているんだなって、そこにもってじゃあ鹿児島の収入どうなのって言った時に、一次産業である例えば米農家とか年収がですね120万ちょいしかないんですね。で同じ一次産業農業の中で一番稼げるであろうというのも牧畜、これが平均がだいたい800万ほどだそうです。でも農業ですから災害とかそういったのに左右されてしまうというのももちろんありますし、生き物を扱っているわけですから休みを取ることなく一年中こう餌を与えっていう形になれば、そこにこう束縛される農家の方もいらっしゃるということを考えたら、やはり農家の方、一次産業の方が1000万を超えるぐらいのですね収入がないと次にやり手がいないんじゃないかなと考えております。ですからこんだけ土地もありってノウハウがあり、そこを生かさない手はないんじゃないかなと本
当に稼げる農業であり一次産業であってほしいなと考えております。どの知事も言わなかった知事っていないですよねって言ったのは、逆に言うとずっと言われてるのになかなか成果が出てないとも言えると思うんですね。はい、っていうのは今それが大事だっていうのは分かってるんですけど、具体的にうまくこうなかなかできてないと。はい、ほか木戸さんが考えるこう具体的な何かこう鹿児島が稼ぐため、はい、今とりわけこう一次産業、鹿児島の一次産業を稼ぐためにはこういったのが必要だし、で私のほか木戸の長所を生かせばこういったことができるよとか、はい、そんなのもしあれば、はい、あのアイデアだけはすごくありまして、うん、まあ、実はですね、今考えているのがサトウキビですね。サトウキビのですね、まあ、実はあの大分に工場があるんですが、絞った液をそのまま大分に運んで、うん、まあ、某調味料ですね、味の素さん、うん、ああいったのを作っていくんですが、その輸送コストとかいろいろ考えた時に、中核基地であるちょうど種子島ですね、うん、あの辺りに奄美であり、まあ、沖縄であり、それをあの運んできてそこで圧搾してで持っていく、その距離的なもの、そうすることによってそのバガスもそうだし、副産物結構あるんですね、うん、あのサトウキビの中に、まあ、ですから例えばその飲料水の中にもですね、あの食物繊維として入ってますが、それを加工してる会社もあります。そして先ほど言ったその絞った後のカスもですね、あのバガス、ま、もしくはあのセルロースという形でですね、紙にもできる、でそういった、ま、なんて言いますか、プラスチックにもできるというところでですね、いろんな活用の方法あるんじゃないかなと。そこに企業を持ってくれば3つぐらい多分企業を持ってこれるんじゃないかなと思います。ただそこに仕事が発生するという、まあ、そういったことも提案したいなというのもあるし、昨年ちょっと問題になりましたその軽石ですね、うん、あれも実は熱と圧力かければですね、あのいい商品ができるんですね。あのゼラ、ちょっとごめんなさい、ゼオライトか、ごめんなさい、うん、ゼオライトというものになりまして、あの匂いとか水分を吸着する吸着剤として、建材として使えるんじゃないかなと、うん、困ったものを活用して、あのそれを利用してまた別なものに変える、まあ、それも一つ企業ができるんじゃないかなとかですね、いろんな発想があります。まあ、ちょっと余談ですけれども、昨年今福島にありますあのトリチウムの問題ありました、うん、あのタンクの中にトリチウムがどん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 入ってきて、タンクがいっぱいだからあの海に放出しようとかですね、まあ、そういったのもあったんですが、私あの一般公募があった時に、まあ、実はあの提案したんですね、まあ、答えは返ってきません、まあ、あの放出ありきで一応公募したんですよというものだったのかどうか知りませんけれども、あれもやり方一つによってはですね、あの十分に解決できる方法というのがあるんですけれども、まあ、それが前例がないというところでなかなか採用はされてないんだなという思いもありましたし、いろんな発想というのがですね、困ったことに対してこうすればいいんじゃないかなというのを日頃から考えることが好きなものですから、まあ、そういったものを活用してですね、新しい産業、新しいものができていかな、ね、いけるんじゃないかなと考えております、はい、なるほどですね。先ほどのはその福島の原発の、はい、汚染水です。汚染水を、はい、そういうゼオライトとかで、放射能を吸着できるんじゃないか、吸着させて、まあ、私その時にあの提案したのはですね、鹿児島のあのシラスですね、シラスを微粉末化することによって当然多孔質ですから、それに吸着させて、天然石からできたあの凝集沈降剤というのがあるんです。それと吸着させれば再流出することがないというのと、一気にパンと2層に分かれます。でそれは沈殿物として、それはもう当然トリチウム入っておりますから、それの扱いのことまでご提案したんですが、残念ながらですね、あのまあ日本のエネルギーのために作った炭鉱ですね、夕張炭鉱、夕張市はあのちょっと破綻しましたよね、残念ながら。
その時夕張市長にも市長への手紙にも一回送ったこともあるんですが、そういった汚染土を炭鉱の中に埋めていったらどうですかって言って、1トンあたりいくらっていう形で政府で買い取っていただいて、残り50メートルをコンクリートで固めることによって再流出はないんじゃないかなと思われますので、そういったことを含めてですね、じゃあ水はどうするのって言ったら、周り近所で水を買えば周り近所も助かりますよねというご提案をしたことあります。なるほど。じゃあ、政治家は志されたのは以前もあったんですか、はい、それとももう今回は初めて。今回初めてです。今回初めて。でもその前からこう投書したり、そういうふうにお手紙書いたりとか、はい、そういう国のことを考えてて的なことは何か素地としてお持ちだったんですね、はい、そうですね。なんとかしたい、こうしたらいいんじゃないのっていう、ただそんだけの思いつきみたいなもんです、うん、でも手紙も返ってこないし、はい、やっぱり一市民としてしてもダメだなと、はい、まあ、無力感なのか感じて、今回はもう席も空いたし、ちょっと政治家になってみるかと、はい、っていう感じで取り組まれたんですかね。そこも片隅にあったんじゃないかなと思いますね。なるほどですね、はい、何にもできないじゃない、じゃあ無所属で何ができるのって、やっぱりできませんね。ですからやっぱり、まあ、自民党だからできるとかうんぬんじゃなくて、やっぱりある程度組織の中でやっていくわけですから、そういった形でしていったら実現も近いんじゃないかなと思われます。なるほどですね。今のそういうゼオライトだとか、そのバカスですね、うん、バカスだとかっていうのが多分大学で勉強されたことと何かこうつながってますよね、はい、うん、そういう理科的な考え方っていうのはですね、はい、なるほど。で、次地元っていうのが4個目の柱ですね、はい、これは県農業資金場跡地の有効活用とありますけど、はい、県ドルフィンポート跡地は分かるんですけど、はい、県農業資金場跡地、すみません、どこでしたっけ。ご存じないかもしれませんけど、鹿児島南高校、海洋高校とか、うん、あそこにですね、県の農場試験場跡、今広い平地ですか。そうです。ああなるほど。あそこがまだ3区画残っているんですけれども、うんうん、まあ、いろんなご意見を聞いてみました。やっぱり谷山にも何か持ってこようと、うん、根強い意見はですね、やっぱりあそこに体育館ダメでもサッカー場はできるんじゃないかとかですね、うん、まあ、そう言われる方も多いです。でまた鹿児島市役所のその谷山支所ですね、うん、あそこが2月3月4月でも本当に大渋滞するんですね、うん、ですからあの場所にそういったものを移設したらどうかとか、うん、谷山市民会館、そういったものも川沿いにありますので大変危険な場所にあるのかなということを考えた場合に、一緒にそこに移設できるんじゃないかなとかですね、そんなのをこの今回選挙に出ようと思った時に皆さんからそういった声をお聞きしております。ですから当然これは鹿児島市であり、また市議の先生でありいろんな方とですね協議した中で一緒にお話ししていけばですね実現するんじゃないかなと考えております、うん、なるほど。県農業試験場跡地ってどうですか、結構盛り上がって議題になってますか、それとも跡地つながりということでドルフィンポート跡地ばっかり言われてあんまりこう注目されてないですか、はい、そうですね、下鶴市長が市長になった時はやっぱりあの跡地の活用というのが、まあ、すごくクローズアップされました。あ、そうか、下鶴さんも向こうの方ですね。そうです、谷山ですね、うん、谷山ですよね、はい、ですから谷山中、そうですね、相当数今いると思うんですが、谷山、まあ、人口増えすぎてですねいろんな交通の支障とかそういったものもあります。ただ JR が高架橋になってですね大変道路も使いやすくなったというのもまあ事実なんですが、そこをあの広さをですね活用しない手はないんじゃないかということで、じゃあ本当にただ箱物を作るんじゃなくて50年100年先、あ、やっぱりここに作ってよかったなと思うようなですね先々を考えた計画、そういったものが必要なのじゃないかなと、うん、作っちゃ壊し作っちゃ壊し意味がないと思います、うん、ですから多少時間かかってもですねそこはこういったものを作りたい、将来もこういった活用したいっていう、まあ、実際に今じゃあサッカー場うんぬんって言ってもなかなか今環境ない厳しいんじゃないかなと思います。ということは今穂垣戸さんの中ではそういう
視床機能を持っていった方が一番いいかな。まあ、それぞれですね、いろんな思いもあると思いますが、うん、何を持ってくるとかそれは私が言える問題ではないと思うんですけど、いろんな皆さん方の声をお聞きした時に、まあ、そういった声も聞こえましたよというのをまた鹿児島市でありお伝えしなければならないのかなって考えております、うん、なるほど。もう全然岡木戸さんのご意見で、はい、もうそうなるかどうかは県民がどう判断するかなので、はい、岡木戸さんの観点から言うと、まあ、まあ、県試験場はいいでしょう。で、はい、今やっぱり注目している皆さんに聞いているのが、はい、ドルフィンポート跡地、はい、個人的にはどういう案がいいと思われます、はい、私はやっぱり景勝地ですね、これは残すべきだと思います。なるほど、景勝、はい、地として残す。やはり鹿児島の象徴海岸線っていうのがですね、もう限られております。喜入の方とあともう磯貝水浴場のあの辺りとですね、ですから、で桜島を真正面にしたって鹿児島の一番のアピールポイントなのかなと思う中ですね、まあ、むやみやたらにこう建物を作って本当にいいのかなっていうのを考えます。なるほど。ということは、はい、結構今の状態っていうのが最適解じゃないかと。はい、グリーン緑があってですね、芝生があって、うん、人が集まってって海を見てって、あれは崩すべきではないかなって私は思います、個人的にはですね。で、桜島に橋を架けるとか、まあ、そういった大隅半島の方からしたらそれはもう念願ではあると思いますが、やはり継承ということを考えたときにそれはないでしょうと、うん、でそれを維持するためのメンテナンスのその費用とか考えるとやっぱりそうじゃないんじゃないかなって私は考えます、うん、はい、なるほど。まあ、どっちかというと何かこう作ることありきはもう時代として考え直した方がいいんじゃないのっていう意見に近いですか。そうですね、やっぱり、うん、本当に作ってよかったなというものは作るべきだと思います、うんうん、ただ作って壊し作って壊しっていうのはもうその時代じゃないのじゃないかなと、うん、まあこういったらもう支障のあるところもあるんですが、まあ、あってあるべきものっていうものはどんどん作るべきだと思いますし、はい、そう考えております、うん、なるほどですね、はい、急に話は変わりますけど、昨日がなんかすごい大々的なこう自民党定期大会、はい、参議院選挙必勝決起大会と、はい、なんかすごい壇上に立たれて表彰を受けてるのか表彰なのかされてる写真を、認定証ですね、認定証、はい、県議の公認ですと、はい、こういうような感じですね。どうでした、すごいそうそうたる、ね、先輩方がたくさんいらっしゃる中でですね、壇上に上がりましてやっぱり緊張しましたね。なかなか人前でっていうのが緊張する方ですので、もう前回テレビ取材を受けた時なんかもう疲れのピークの時にですね、ドーッて来られて、うわ困ったと思ってですね、まあ、昔からのその上がり症なもんですから、どうしてもですね、はい、緊張しましたね。今までテレビとか新聞とかこう出られた経験とか思い返すと、まあ、FM 放送とかですね、まあ、PTA で言いますと県の会長とかさせていただいた時には、鹿児島大会ある時は8000人ぐらいの前でちょっと文章を読ませていただいたりとかそういったことはありましたけど、もう遠くで顔が見えませんからあんまりこう緊張そこまではなかったんですけれども、どうしてもですねこう間近にこうカメラがあってて本当に緊張しますよね。なるほどですね、はい、今からあと何回ぐらいありますかね、そういう、いや討論会とかはあるんですかね。いや分かりません、まあ、私なんかのレベルじゃそんなことはないと思うんですけれども、全くのど素人で何があるのかとかそういったことすら分かってない状態ですね、はい、なるほどですね。で、まあ、あと Facebook のこうタイムラインを見ていくと ここにも出演いただいたこう安岡代議士はいが結構仲よろしいんですか。いや高校の先輩後輩ということで、まあ、ただ金光湾高校、そうですね、まあ、困ったら何でも言ってくださいってもう本当に優しく言っていただきましたから、もうそこはもういろいろご相談したりとかですね、そんな形でやっております。なるほどですね、はい、最後ここは他の
候補者に負けない、はい、もう私の長所でこれを生かしてこう鹿児島をこうしたいとか、はい、そういった思いを宣伝いただけたらと思います、はい、なかなか難しいところですけれども、はいはい、じゃあもうあえてちょっと背筋を伸ばして言わせていただきます。まあ、あの本当にですね、何もわからない中突然のその出馬ということで、あの準備不足っていうのがもう本当に否めないというところでですね、ほとんど一人でこなしております。まあ、実はあのあこれもしないといけない、これもしないといけないっていう形でなかなか寝れず、3時間ぐらいしたらもう目が覚めて朝の1時2時から資料を作ってみたりとか、まあ、そんな生活をずっと送っておりますが、まあ、あの頼りになる、まあ、事務局長を探してですね、本当に自分の力を発揮していきたいなと考えております。今残り1ヶ月ですが、この戦闘服を着てですね、朝の辻たちからそして企業回りさせていただいております。ですから、おあの黄色いおじさん誰だろうというぐらい皆さんの目に留まるぐらいですね、走り回っていきたいと思います。でもちろんあの鹿児島のためって皆さんの声を聞き県政に届けるというのがもう第一の、 あの使命かなと思いますし、じゃあ私が何ができるかってほとんど何もできないと思います。はっきり言いまして、今の状態でですね、ただ声を伝える、皆さんの考えを聞く、こうしたら鹿児島良くなるよっていうのを聞いて回るのが今の私の課題かなと考えております。でも今回ですね、このような機会をいただいたもんですから、必ずですね、あの勝ち抜いてワンツーフィニッシュでいきたいなと考えております。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。本日のゲストは鹿児島県議の補欠選挙ですね。はい、そうです。県議の補欠選挙に出馬されます岡木戸翔一さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。岡木戸さん、黄色いおじさんから普通の保険会社のおじさんになっちゃいましたけど、はい、もうよくあるんですよね、あのこの収録してて、はい、話し終えてで、ありがとうございましたってこう片付けを始めて、そこのフリートークの方が面白いっていう、はい、あそうですよね。まさにそれで、はい、なんかぼそっとこうお金持ちのためだけのこう政治っていうのじゃつまんないと思うんだよねと、お金がこんなに政治ってかかるとは思わなかったっていうところから、はい、めちゃくちゃ興味はあったんですよ、はい、それは出馬に興味があるっていいんじゃなくて、どれぐらいお金かかるんだろうっていうのに結構かかります。かかりますね。まだ現在進行形なんですが、はいはい、まあとにかくチラシ1枚名刺一つにしてもですね、お金です。で当然短い期間での、活動ですので、早急に作らないといけない。じゃあその、まあ、時間的なものもそうなんですが、かなり無理して作らないといけない。まあ印刷物だけでも今もうすでに15、6万かかっております。で全くわからないもんですから、これしろこれしろっていう中でですね、足りないものを随時こうして足していくんですが、まあ、あの事務所代だとか、あとじゃあ選挙カーだとかウグイス嬢だとか、まあ、そういったものがですねかかるんだというのがだん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 分かってきました。でもちろんあの公費の方から出るものもあるんですが、公費以外のものっていうのももちろんあります。ですからもう事務所が開いて今からスタッフを入れてですね活動することによって、その人数によってまた時間によってお金がかかるということも分かり始めました。で当初ですね、政治って金がかかるよとは言われながらもですね、誰々さんは1000万かかったよとか、そんなのを聞くたびに、えってそんなはずないでしょうと思ったのが、まあ実際のところなんですが、でも実際にそのくらいかけないと周知徹底ができないよということもなんとなく分かってきました。でも本当に政治家を目指した時にですね、私の後に続いてくる女性であり若者でありって、そんな方がじゃあ政治ってどのくらいかかるもんだろうかなというのに不安を抱くんじゃないかなと思った時に、私は今回このくらいかかりましたよというのは公表しようかなって思っております。ですからある程度政治に興味持って頑張っていこうと思うんだったら、このくらいお金蓄えて、まあ、蓄えてというか、まあ、それが本当の政治なのかどうか分かりませんけど、このくらい最低必要なんだよというところがあります。
もちろんその供託金とかそういったものもありまして、あの市会議員だったら30万で、県会議員だったら60万供託金っていうのが必要です。それはもうあの必ず必要で、まああの何て言いますか、国のお金公費を使っての選挙になりますので、最低ラインこのくらいないとお返しできませんよという、その供託金没収という制度もあるということでですね、あの有権者数の、割る、あの投票数で、まあ、有権者数ですね、割る、議席分ですね、それの、10分の1とかですね、まあ、なんか規定がいろいろありまして、それ以上取らないと出した供託金は没収ですよという形になります。で、最近知ったことですが、ウグイス嬢に関してはですね、お金は実費です。運転手につきましてはあります。そしてチラシとかそういったもので選挙用ポスター、そういったものは公費で賄われます。で、選挙カーも、公費で賄われる。でもデザイン料とか、あといろんなものがプラスアルファで出ますので、そういったところがですね、経費がかかってくるのがもう実態であります。ですから本当にお金必要なんだなと思いまして、いろいろ金融機関に相談に行くんですが、選挙のためにはお金は貸しません。担保物件があるよって言っても貸しません。ですからもう金策からがあの選挙の始まりだなっていうのを痛感しておりますね。なるほど、はい。まあ、それは、公費で賄えるっていうのは、自民党に入ってるとか森山さんだと国民民主党に入ってるとか、はい、党に入ってるから。いや違います、これはもう普通に無所属の方もそうなんです。あ、そうなんですか。そのための供託金っていう形 で、 ですね、はい。で、まあ岡木戸さんの分だと、はい、何票ぐらいないと募集。え、今回はあの鹿児島市全般になりますので、おそらくその、42万人ぐらいの有権者の中から、まあ、2議席ですので20万、まあ20万ないんですが、まあ、あのそれの投票率ですよね。おそらく40超えてくれば、まあ、それで、16万票、それの約半分が当選ラインと考えて、また一体だから6万から7万取らないとあの当選できないんじゃないかなと考えております。ですからそれのですね、まあ、10分の1ですね。ですから最低、まあ、まあ最低2万ぐらい取らないと没収という形になります。6万の10分の1、6000。まあ6000というか6万、そうですね、それの10分6000、まあ、だいたいだからまあ1万以上取らないと募集になるんじゃないかなと思われます。ですね、勉強になりました。じゃあ30万市議、県議が60万の供託金で、はい、あとはこう選挙活動、はい、いろんな車だったりそういったので、お金結構羽がついたように飛んでいくよと。あ、こうして取りたいぐらいありますね、はい。まあ、これがあの実際に初めて見ての驚きでしたね、はい。ですから、まあ、心のゆとり、先ほど言いましたけれども、お金がないとやっぱ心のゆとりもなくなってですね、あの気力もなくなるというところでですね、まあ、やっぱり元に戻りますけど、あの女性とかですね、若者がどん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 政治の世界に入って、新しい感覚でですね、進んで鹿児島のために頑張れる、そういったあの仕組み作りというのも私たちの役割なのかなと思います。ですから反映されなければ意味がないです、あの若者女性の声がですね、と考えておりますので、まあ、今回足らないんですけど、まあ、私がどのくらいかかったよとか、そういったものはあの公表して、あの誰でも教えられるようなですね、環境でやってみたいなと思います。で、あと続いてほしいと思います。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。発表してからもう一回取り直すというですね、はい、ライトもない状態で、本当にアフタートークがすごくなんか人間味がより出ていて、
あ、これ収録の時にもぜひ紹介したかったっていうような感じがあったものですから、もう一回回しております。ありがとうございました。ありがとうございました。